全球団が指名可能だった究極のドラフト指名がこちら。ルール、他球団と関係なくその順位でなら必ずその選手を指名できたという理想のドラフトリストを2008年から2017年の10年間、1位から5位まで作成。補足、1位で指名できるのは外れ1位以下だけ。2位で指名できるのは2位最下位及び3位以下のみ。以下同様。2008年、1位浅村秀人、2位中村悠平、3位中島拓也、4位摂津忠史、5位杉谷拳士。2009年、1位堂林翔太、2位清田育宏、3位増井宏敏、4位大島洋平、5位国吉勇気。くっそ外れやな。 Y 的には2014が一番暗黒。現実の2位以下がしょぼすぎて誰も選びたくなかった。2010年、1位山田哲人、2位柳田悠岐、3位中崎翔太、4位千賀滉大、5位牧原大成。この年がエグすぎる。黄金世代やね。2016もかなり強いと思う。2011年、1位菊池涼介、2位鈴木大地、3位近藤健介、4位島内宏明、5位上沢直之。2012年、1位鈴木誠也、2位田村達弘、3位能勝一、4位宮崎敏郎、5位若松俊太。2013年、1位山川穂高、2位田中康介、3位梅野龍太郎、4位井上誠也、5位岩崎優。山川井上とかいうロマンの塊。2014年、1位栗原陵也、2位殿崎修太、3位石川直也、4位勝木和也、5位西野正弘。2015年、1位加藤貴之、2位茂木栄五郎、3位青柳晃洋、4位西川龍馬、5位杉本裕太郎。2016年、1位床田博樹、2位源田壮介、3位山本由伸、4位高倉翔吾、5位佐野啓太。これ佐野の前で取るべきやついないの？おらん。1位が一番しょぼい不思議なドラフトや。レベル高すぎやろ。2017年、1位村上宗隆、2位大城卓三、3位塩見泰隆、4位若林昭弘、5位周東佑京。思ったりよりメンツ微妙いな。競合しない1巡目と3巡目以下の選手ってこんなもんか。外れ1位以下だとなかなかエースクラスは残ってない。